段です。剣道五段です。ケッシーです。三人合わせて剣道三段五段無段です。よろしくお願いします。大サイヤ。今日はですね、はい、まあ、剣道家族最強だと思うんですよ。まあそうですね、まあ、僕ら剣道やってますよ。やってますよね。ただね、他の武道の対決挑まずして、はい、本当にチャンピオンと言っていいのか、最強と言っていいのか分からないです。確かにね、ちゃんと検証しなければ。そうです、対決しなければ。そうなんです、はい、ということで本日はですね、剣道VS なぎなたをやってます。ということで、私が探しました、なぎなたやってる人、探しました、はい、この方たちが協力しておりますので、呼び込みたいと思います。なぎなたの方たちです、どうぞ。なぎなたの方たち。実際どうですか、剣道家の対決したことありますか。1回だけ。その時はどうだったんですか。僅差で負けちゃった。あ、はいはいはい、ということで、はい、ぜひね、対決をしていきたいと思いますので、はい、じゃあ芳賀さん、一言なんか意気込みをお願いします。なぎなたをいっぱい広めたいと思いますので頑張ります。かわいい。なので剣道VS なぎなた対決始め。はい、ということで、まあ、いきなりね、試合始まってもなぎなたのルールとか有効なやつ分かんない方もいると思うので、ちょっとね、まあ、僕らのためにも、まあ、だいぶ僕らのためにもなんですけど、ちょっと有効数、どういう風に当たったら一本なのかとか教えていただきたいなと思うんですけど、実際、じゃあ、面からどんな感じで一本なのかっていうのをちょっとなんとなくやってもらっていいですか。違う、長いな。早っ。今の当たってたら面あり、面ありポコンってなったら、はい、ここ横とかに当たっちゃっても面あり、側面っていう側面。それで剣道家でやってたらめっちゃ怒られますからね。固定は固定は。あ、早っ。固定あり。じゃあ続いて、で、まあ、あと月か。月。月は痛くなった。難しいから。ちょ聞いてないのかもしれない。しっかり剣道と一緒で面突きだれに当たったら一本と。で、どうお願いします。構え直す、なんか新しい、二段構え、脇構えっていうのに構えてからどう打ちます。俺ら先脇構えやったばっかりじゃん。剣道でね、やりましたけど。あ、そっかなんだ。じゃあ脇構え来たら、あ、この人どう打ちたいんだって思っていいってことですよね、稲田は。そうです。あ、そうなんだ。でもそれがね、一瞬使わないです。あ、そうですよ、ね、オープンになっちゃうから。で、最後、一番気になるんですよ。すげえ。いや、両足とも奥も奥も行きますって言われて、いけますよ、奥も行きますよ。だ、結構追いついてるってことですよね。はい、すげえ。わかりました。わかりました、レクさん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうする。いや、だから、まあ、この構えこうじゃないですか。はい、まあ、剣道も試合ですよ。これで、すねが一番怖いです。そう、すねそれをどうするかになると、リーチにはリーチを。なるほど。じゃあどうするの。はい、なので、こう来るじゃないですか。で、始めて、来る、避ける、そこで、あ、片手面でリーチ。はい。リーチにはリーチを出す。あ、それいいかもしれない。俺の作戦聞いてます。はい。俺は、だから、どうしたら絶対、すねが向いて分かってたもん。はい。だから、高速すり足で見えなくする。高速すり足で見えなくする。一回進んでるって言ってた。いいから、分かる、早すぎる、分かんない。はい、防具つけてね。ごめんなさい。でも、僕実は秘技があります。秘技、お楽しみにしていただきたいと思います。お楽しみにするの。お楽しみでいきます。絶対勝ちます。お願いします。
止まれ。あれでしか取れてないですからね。あれでしか取れないということで対決でした。どうもありがとうございました。